覚悟せい。白ひげ海賊団2番隊隊長ポートガスティエースを捕らえた海軍は公開処刑を行うと全世界に通達。大海賊白ひげとの全面戦争になろうとも、海賊王ゴールドロジャーの血が絶えることを世界に知らしめようと海軍本部は判断したのだ。果たしてエースを息子と呼ぶ白ひげはマリンフォードに襲来。同時にエースの義兄弟である麦わらのルフィもエース奪還に現れた。ここに海軍と海賊たちによる頂上戦争が始まった。止めてみろ。凄まじい腕力で巨大な氷塊を投げつける3番隊隊長ジョズ。赤犬はマグマの拳を逃げたぎらせ氷塊を一瞬で蒸発させる。Ha ha ha!